シノン、どうかしたのか？え？え？別に何でもないわよ。そうか。シノン、なんだかさっきからちょっと心ここにあらずって感じがしたからさ。そうかしら。まあ大丈夫か。さっきから目もあんまり合わない気がするし。だってなんだか調子が狂うんだもん。調子？やっぱり具合が悪いのか？なんであんたってそうなのよ。え？調子が狂うっていうのはあんたがちょっといつもと違うからよ。いつもって？そのいつもと違ってこの世界だとなんだかあんたが男の人みたいに見えるから。生物学的には男の人なんだけどな。そういう意味じゃなくて、顔立ちとか体型のことって言えばわかるかしら。あんたってゲームのアバターも現実世界の見た目もかなり女顔じゃない？まあそれはいろんな人からよく言われるけどさ。なのにこの世界のあんたは19歳ぐらいになってるせいか、顔立ちも少し大人っぽくなったし、背も伸びて体つきも大人の男の人みたいだし、だからちょっとあんたじゃないみたいで変な緊張しちゃうのよ。そんな変わってるか？顔は現実世界と同じだろ。そうだけどいつもとなんか違うの。第一、背が5センチ近くも伸びてるって卑怯よ。卑怯って何が卑怯なんだよ。卑怯なものは卑怯だわ。今の俺は苦手ですか、シノンさん。苦手なんかじゃないわ。ただなかなか慣れないのよ、男の人なんだって思うと。そうか。じゃあどうしようもないか。シノンは人に慣れない間は警戒するからな。最初 SAO の世界にシノンが落ちてきた時も初めて会う俺に警戒心バリバリだったし。それでもあんたって女顔でしょ。だからかなり警戒はしたけど慣れるのは早かったんだと思う。そんな理由か？それも一つだけど、もちろんそれだけじゃないわよ。いろいろ SAO について教えてくれたし、私の戦闘訓練に根気強く付き合ってくれたしね。だからこそ徐々に慣れていったし、信頼できるって思えた。そういう感じかしら。そういえば思い出すよ、シノンに戦闘を教えてた時のことは。シノンはゲームセンスあるし、教えたらどんどん上達するから教えがいがあったんだよな。それは誰かさんがとてもおせっかいだったからよ。おかげで急にデスゲームの世界に来てしまった不安がだんだん和らいでいったわ。それならいいんだけどな、結構ハイペースに教えすぎた気もしてたから。まあそれは否めないけど、あんたっておせっかいで人に優しくて、なんだかんだ言ってもいつも面倒見がいいのよね。そうかな。まあ確かに人に戦闘を教えるってなるとつい必死になるところはあったかも。ええ、でもそんな風に何人もの女の子に戦闘を教えてきたから私とのことなんて忘れちゃってたりしてね。ぼんやり戦闘を教えたことは覚えてても、どんな風に教えてくれたかは思い出せなかったりして。いや、ちゃんと覚えてるぞ。へえ、本当？ああ、シノンに射撃のユニークスキルが出た時の感動は未だに忘れられないな。そうだった、未発見のユニークスキルを見つけてキリトは自分のことみたいに喜んでたわよね。だって SAO の世界じゃ遠隔攻撃は貴重だからな。そんな新たなスキルの存在を知ったら喜ぶさ。ほんとゲーマーなんだから。まあ私も今や人のこと言えないけどね。
確かにシノンもすっかりゲーマーだからな。スキルを発見してからは遠隔からの射撃を試したいってシノンの訓練に付き合ったことがあるよな。確か二人で木登りして枝の上から敵を狙ってたんだけど、重みに耐えられず枝が折れた。二人して川にボチャーンって落ちて、それからシノンの服が透けて。キリト、一体何を思い出したのかしら。いや大したことない。川にボチャーンって落ちただけで別に。服が透けたの覚えてたんだ。いや覚えてない、覚えてなんかないぞ。もうなんでそんなこと覚えてるのよ。違う、たまたま戦闘の練習と紐づいて覚えていただけだ。ふん、まあそのあたりの記憶には異常がないってことかしら。そういうことになります。まあいいわ。それからシノンとはクエストで鳥の巣を守ったこともあったよな。あの時もシノンの遠隔射撃に助けてもらったんだ。でも結局あんたが私をフォローしてくれたじゃない。いや、シノンがかなり頑張ってくれたからだよ。シノンの服ボロボロになってたじゃないか。ちょっとキリト、あんたわざと言ってる？いや悪意はないんだ。たまたまそういうハプニングが起こっただけで、シノンとの思い出に結びついてたからたまたま覚えていただけなんだ。このスケベ、お仕置きするわよ。いって、耳は引っ張らないでくれ。この世界痛覚感じるからやめてくれ。黙って罰を受けなさい。罰って何の罰？そんなことばかり覚えている罰に決まってるでしょう。シノンさん、どうかお許しを。よかった、俺をお仕置きできたことが。違うわ、あんたがいろいろ私とのこと覚えててくれたんだと思ってほんの少し嬉しかったの。恥ずかしいことまで覚えてたのは別にしてね。シノンは大切な仲間だ、思い出を忘れるなんてないよ。やっぱりあんたは間違いなくキリトよ。記憶に問題がないってだけじゃなくて、面倒見が良くて優しいところがね。普通突然現れた人間にそう簡単に手を差し伸べるなんてできないわ。そうかな。ええ、あとはスケベなところもね、恥ずかしい思い出ばっかり覚えてたし。それは人聞きが悪すぎるぞ。まあともかく俺は俺だって分かってくれたわけだな。もちろんよ。じゃあもう緊張しないだろ。たとえ見た目がちょっと変わっても俺は俺だから。いいえ、やっぱり意識はしてしまうわ。どうしてだよ。本当はね、見た目だけじゃないの。あんたは紛れもなくキリトのままだからこそ、私はこうしているとドキドキするのよ。